真珠広場はバーレーンのマナーマにある広場。2011年3月までは高さ90メートルのモニュメントがあった。2011年バーレーンソーランの際に抗議者がテントを張って真珠広場を占拠した時の様子。後方に見える白いオブジェが2011年3月まであった高さ90メートルのモニュメントである。2011年バーレーンソーランでは多くの人に 選挙されて、騒乱の中心になった。3月18日、モーニュメントや、緑地帯は、銃器で破壊された。アラビア語で、真珠を意味するは、複数形扱いの集合名詞で、それに、をつけて個体化させた、単数扱いの名詞がである。これらに定冠詞をつけたどちらの名称も用いられる。バーレーン政府、デモ拠点の広場破壊弾圧姿勢鮮明に、 http://www.asachi.com コロンススラッシュスラッシュインターナショナルスラッシュアップデートスラッシュ0319スラッシュ tky20110319039 コー html2011 年3月19日閲覧ありがとうございます